瓦礫通りのモンスター根こそぎ倒されたってよ。宿直室の屋根穴が開いた。奴が悪いのは何だよ。本当に強いの？おいあんた、どんなモンスターも倒す何でも屋なんだって？早速評判になってるみたい。だとしたら、さっきは悪かったよ。武器が売れなくて気が立っててな。仕事で武器が必要じゃないかと思ってよ。よかったらそいつを使ってくれよ。詫び代わりだ。強えやつが使えばうちの宣伝になる。よろしくな。ああ。どうだ、他のも見ていかねえか？見るだけだ。また寄ってくれよな。新しい武器も用意したことだし、お仕事始めよ。まずはワイマーさんのところに行ってみない？誰だ？自警団に来る依頼をまとめてる人。ほら、何でも屋の仕事が見つかるかも。どこにいる？そろそろ詰め所に戻ってきてると思う。
た。何でも協力者を選定中。やあティファ君、困りがとかい？いえ、強力な助っ人を紹介したくて。何でも屋のクラウドです。おお、頼もしいね。町の安全と幸せのため協力しよう。報酬次第で危険な仕事も引き受ける。腕に自信ありだな。うってつけの依頼を紹介するよ。詳しい話は依頼主から聞いてくれ。働き次第じゃ新しい依頼も紹介するよ。助かる。協力者候補を発見。照合データの検索を開始します。体験を背負いながら呼吸を乱さない心肺機能、均整の取れた筋肉と骨格、想定外の逸材です。僕はチャドリー、シンラカンパニーの科学部門で学んでいる研修生です。僕の研究にご協力ください。まずは手付金代わりです。その見破るマテリアを装備にセットして、バトルレポートのデータ収集をお願いします。それで新たなマテリアを開発できるのです。シンラの仕事ならお断りだ。僕はささやかながらシンラに反抗しようと活動しています。あなたなら理解できるはずです。新たなマテリアはシンラに対抗しうる力になると。どうしますか？僕を信じられないなら切ってもらっても構いません。俺は本当に切る。つまりそれまでは契約は継続ということですね。バトルレポートを達成したら必ず僕に会いに来てください。働き次第じゃ新たな仕事も頼みたい。またモンスターが増えたら。瓦礫通り綺麗にしたって。やるじゃねえか。ティファちゃん頑張れよ。悪くない動きだ。頼もしいでしょ。邪魔だ。どうってことない。調子に乗る。終わりだ。やってやる。
技だ。消えろ。わっ、かき回してやる。勝負あり。ここまでだ。刻む。シャワー浴びたいな。一気に行くぞ。任せて。終わりだ。それ。止めた。さあ。そこだ。終わったな。見破るマテリアを装備にセットして、バトルレポートのデータ収集をお願いします。あんた、なん？今月のモンスター討伐数が出たよ。見て見て、最新のモンスター討伐数だよ。悪いことしたら容赦しないわ。消臭剤研究会が次の日から。あれ、あ、お姉ちゃん、マリンは店でお留守番？うん。そっか、友達探しを手伝って欲しかったのに。この何でも屋のお兄さんが探してくれるって。本当？あのね、友達の特徴は手足が長くてスリムでスタイル抜群。好きなのはご飯があるところとか、おやつをくれる人がいるところとか、あとは隙間。友達は猫の兄弟だよ。猫探しか。3匹とも人懐っこいから、声をかければ寄ってくるよ。絶対連れて帰ってきてね。星の命ってわかる？ライフどのくらいあれば上で暮らせるかな。食料品とか。エトワール寮の子がね、ジロジロ見るんじゃない。ピンク、うん、やっぱり生地はすべすべツルツルはよ。わかる。あれ、猫の鳴き声しなかった。今日はティファちゃんの料理食べられる？
いらっしゃい。おや、珍しいお客さんだ。さては、買い物じゃないな。あんたが噂の何でも屋だな。ま、あんたならやれそうだな。タラが廃工場の羽トカゲども片付けてほしいんだ。あそこは俺たちの縄張りだ。うちの常連たちはジャンクパーツのためなら危険を顧みないから心配で。引き受けよう。ありがとよ。詳しいことはタラが廃工場を見張ってるナルジンに聞いてくれ。自警団のメンバーだ。じゃ、早速準備していくよね。最近この先の空き地にでけえネズミが住み着いたらしくてよ。チューチューうるさくて困ってるぜ。仕入れ業者に行ってくるよ。ちゃん、そいつ何でも屋始めたんだって。ああ、だったら化けネズミどもを倒してくれ。やつらめウェアラットを引き連れて町中を食い荒らしていやがる。うちの倉庫も襲われて信用ガタ落ちだ。あんた今笑ったな。口の端がピクッとしたぞ。ま、仕事してくれりゃ文句はねえ。化けネズミは町外れに潜んでるらしい。ウェアラットの悲鳴を聞いて助けに来るって話もある。化けネズミのくせに仲間思いなのかもな。上からスイッチのアイテムもあるよ。アイテム屋といえばこの…こん…猫よ猫、うちのパンを加えてこの奥に逃げ込んだの。あんたたち捕まえてくれない？逃げられちゃったじゃない。だから、だらしないわね。展望層の空き部屋借りよう思ったら、もう戻ってたんです。便利屋の見習いさん、今度頼むよ。見破るマテリアを装備にセットして、バトルレポートのデータ収集を。
あんた、今月のモンスター討伐数が出たよ。見て見て、最新のモンスター討伐数だよ。は人が集まるところが好きだよ。よくスラムの入り口で遊んでも結婚して上で暮らすって言ったら、うちの二軒時計だな。感動の涙。猫と仲良くなる達人がいる。故郷に仕送りしてた真面目な子です。今日は寝かせないぞ。ああ、喧嘩売ってんのか。あれ、この車解体すりゃ記念になる。諦めよう。私、勉強は好きじゃないよ。星の命ってわかる？え？みんな逃げちゃったの？じゃあ、帰ってこないの？みんな、おかえり。怖いお兄ちゃんから逃げてきたんだって。ありがとう。うまくいったね。なんでもや、きっと当たるよ。ああ、悪くない手応えだ。仕事は襟好みしないこと。ご縁はお金より大事なんだから。スラムの心得だろ。馴染んできたね。師匠がいいからな。これからはもっと厳しくいこうかな。そうしてくれ。ねえ、そろそろバレットの集金も終わってると思うけど、どうする？一度店に戻る？星の命ってわかる？ライフストリームでしょ。何でも売ってくれるって本当？
もう一回様子を見て。上より安全。なんだろう。ちょっと行ってみる？大丈夫かな、ジョニー。よせ！ジョニー！待て！おとなしくしろ！あっ！話しやがれ！不審なのいるから！黙れ、ジネズミ！チュー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 ！いてどうしたの？死んだの倉庫から火薬を盗んだ奴がいるんだとさ。ジョニーは職務質問されて、ほら、ああいう性格だから。マーコールの爆発絡みだと？ジョニーのやつ、いつもみたいに怒られて釈放ってわけにはいかないかもな。ジョニーを助けなくちゃ。アバランチなのか？違う。ジョニーは私たちがアバランチだと薄々気づいていて、そして口が軽いの。なんとかして助けなくちゃ。私行くね。俺も行く。え？でも今日は世話になったからな、礼だ。ありがとう。行こう。逮捕されるかも。いたた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 、もげな、腕がもげな。そんなに引っ張るなんて。クラウド、あそこに隠れよう。クラウド痛いってな。模範市民に何するんだ。火薬を盗んでおいてよく言うな。倉庫の入場記録にお前の ID が刻まれてるんだ。おい、なんかの間違いだ。シリラの倉庫なんて近づいてもいない。まさかジェシー、あの子腕が。ははID は引っ掛けだ。お前の ID でシリラの施設に入れるわけないだろう。さて、大変。ジョニーの口が滑っちゃう。行くか。うん。クラウドは兵士の気を引いて、あとは私が何とかする。そいつを話せ。ん？なんだお前は。仲間か。なんだ、誰かいるのか。あ、助けに来てくれたんだな。なあ、あんたら暴れ。貴様、どういうつもりだ。もうやるしかないよね。やっ、ほら、こっち外すものか。確実に。やっ、こら！あっ！死ぬな！死にたくなかったら街を出ろ。は
世界の果てに消え去ります。本当に行かせていいのか。遊びじゃないんだろ。そうだけど、もう十分。こっちは放っておこう。クラウド怖いよ。兵士が起きちゃう前に離れよ。ジョニー大丈夫かな。自分の心配をした方がいい。ここから離れよう。うん。どうした？クラウド、やっぱり変わったね。どこが？例えば、うん、その目。前はもっと…ソルジャーだからな。魔法の目だ。これからどうする？店に戻る？それとも何でも屋続ける？そうだな。でも労働の後はお楽しみ。スラムの天国セブンスヘブンで癒しのカクテルをいかがですか？ティファ、私もちょっと疲れちゃった。ねえ、ミッドガルにはずっと？そうだな、この辺りで仕事して金を貯める。そっか、ならもう少し依頼を探してみる？そうするか。買いだめするやつ。どっちがいい？ピンク。やっぱ白。文字を持って。クラウドさん、見事データ提出一番乗りでした。追加報酬も差し上げます。新しく生まれたマテリアを早速発売しました。
今後もマテリアを続々と開発していきます。共にシンナに対抗する力を生み出していきましょう。新たなバトルレポートを随時追加していますから、これからもご協力をお願いします。詳しい話は依頼主から聞いてくれ。化けネズミはすぐには来ないな。どうしよう、待つ。あ、そうだ、アイテム屋さんに途中経過を報告しようよ。自警団のナルジンに聞いてくれ。タラが廃工場で警備をしている。行くなら店も見てけ。
で働いてたけど。付けじゃ売らないからね。無理だぞ、帰れ。封鎖中だ。羽トカゲがうろついているって、あれ、ティーファちゃんか。もしかして自警団の助っ人って君たち。そういうことなら大歓迎。羽トカゲは奥の倉庫にいる。2グループだ。全部倒してくれよな。